スンダとウパスンダの死闘。左下がティロータマー。スンダは、インド神話に登場する、アスラあるいは役者である。主に、の二人が知られている。以下に説明する。大ティア族に属するアスラである。ニクムバあるいはニスンダの息子。兄弟はウパスンダ。スンダとウパスンダ兄弟は三害を征服して、デーバ神族からの支配を、アスラ族のもとへと奪還した。 そこでブラフマーガミは、三階奪回のためにスンダとウパスンダを自滅に追い込むべく、ビシュバカルマンが作り上げた絶世の美女、アプサラスのティロータマーを二人に差し向けた。ティロータマーを見た途端、スンダとウパスンダは、ティロータマーを奪い合い、やがて兄弟でありながら、死闘を繰り広げ、自滅した。これは、マハーバーラタに登場する有名なシーンでもある。役者族のジャンバの息子、 役者のオースケートの娘ターラカーと結婚し、息子マーリーチャを設けた。済んだが生前アガスティアに滅ぼされた時、ターラカーとマーリーチャはアガスティアに復讐しようとした。しかし逆に呪われて、ターラカーは醜い人食いの役主に,に、マーリーチャはラークシャサと化した。ありがとうございます。